室センチュリーホールワンマンライブに向けて心身ともに鍛えようアイドル教室の共同司令、私たち、アイドル教室は今年の5月4日にセンチュリーホールでワンマンライブすることが決まっております。はい、はいはい、ということで本日も司令が届いてますので読みたいと思います。はい、ふに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 、本日はお正月ということで二人羽織で勝負じゃん。イエーイ、二人羽織をして年越しうどんを早く食べたチームが勝利じゃ。そして本日勝利したチームには平成最後のまんじゅうを授けるぞよ。やだ、頑張るのじゃということでございます。嬉しい。今回も二人一組でやっていただきます、はい、チームを紹介していきましょう、はいはい、では今回勝負していただくのは、はい、このどん兵衛の超ミニサイズです。かわいい、意外とそんな二口で食べれちゃいますね。確かに二口大きいのだと思ったらね。確かに、はい、カノンとね、カノンさんの顔くらいです。それは嘘よ。じゃあ10キッキはどっちが、はい、10キッキは、はい、まあ、私が普段だったらやると思うじゃないですか皆さん、はい、あ、食べる方にね。そんなことありませんよ。たまにはマヨちゃんにも試練を与えなきゃと思って。かわいそう、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 かわいそう。嘘です、ちゃんと優しくやりますので。そしてうどんチーム、はい、なんか顔出しみたいな。はい、はい、食べるのがね、私ですね。おお、やはり、はい、食べるんですけど、はい、やっぱこれ可愛さを捨てて、あ、もう本気で、はい、本気で、まんじゅうかかってますから。本気だよね。本気だよ。だってまんじゅう欲しいもんね。はい、もう有力ですね。頑張ります、はい、もう、はい、セッティングされておりますけど、はい、堀さん、心の声届きますけどどうですか。あ、いい感じですか。頑張りましょう。それでは二人羽織でうどんの早食い対決、よーいスタート。おいしそう。ちょ、かのんちゃん早いよ。いい感じ、いい感じ。まのちゃん手下に置いて、まのちゃん手下に置いて、まのちゃん手下に置いてね。いい感じ、いい感じ。いや、まのちゃんが結構苦戦してる。かのんいいペース、かのんいいペース。りんの大丈夫。なんか、りんちゃんとのホリーのチーム、なんかホリーが後ろに、なんだか見てもいるみたいな。すごい出っ張ってる。頑張って、なんかアスミンの頭がないからすごい気になる。なんかむずいね。え、すごいいい感じ。かのんちゃんリードしてます。頑張って。まのちゃんはとりあえず頑張って食べた方がいい。頑張れ。りんちゃんもいいペース。あ、あ、お、お、早いぞ。りんちゃんいいペースだよ。やばい、頑張れ頑張れ頑張れ。カノンがもうあとちょっと、あとちょっと、いけいけ。すごい上手カノン。大丈夫大丈夫、鼻に入った。大丈夫か、大丈夫か。カノンどうした、大丈夫。え、はい、はい、オッケーです。カノンちゃん最下チーム1番、そしてホリンのチーム2番、そしてはい、マノちゃんとアスミンチーム3番でーす。ということで今回、はい、もういいですよ、取って。え、なんか大変これ。ちょ、みんな普通に食べてる。激アツ、激アツ。おっ、マノちゃんとアスミンどう。全然食べてない、全然食べてないですね。でもちょっと惜しかったけど、カノンちゃんが圧倒的に早かったので、カノン最下チームが、はい、おめでとうございます。今回こちらの平成最後のまんじゅうをカノンちゃんと最下にはプレゼントします。いいなぁ、やったー、やったー。え、これさ、いいな、中身気になりません。これ開けたい、開けてもいいですか。開けてみていいですか。アバーナガーマー、中身ちょっと片付けがてら開けてみましょうか。なんだろう、ベラベラ。あ、でもすごいしっかりした箱に入ってますよ。確かに、うん、高そうだね。あ、しかも、あ、え、めっちゃ入ってるんじゃね。お、あ、お、あ、すごい、すごい、先生って書いてある。すごい、え、かっこいいね、
これ。すごい。これは美味しそう。しかも9個入ってるよ。食べまーす。ありがとうございます。ありがとうございます。やったー。嬉しい。いいな。この調子でセンチュリーホールに向けてみんなで成長して盛り上がっていきましょう。